枝野議員にお答えいたします。我が国の領土領海を守るための関係省庁間の連携に関する法整備の必要性についてお尋ねがありました。政府においては5月14日武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、我が国の領海及び内水で外国軍艦が国際法上の無害通航に該当しない航行を行う事態、武装集団が我が国の離島に不法上陸する事態、外国船舶が公海上で我が国の民間船舶に対し侵害行為を行う事態について、海上警備行動、治安出動等の発令にかかる手続きの迅速化のための閣議決定を行ったところであります。また、様々な不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が各々の対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化するほか、各種の訓練を充実させるなど、各班の分野における必要な取り組みを一層強化していくこととしています。これらにより、現下の安全保障環境において、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても、切れ目のない十分な対応を確保するための体制を整備したところであり、現時点では新たな法整備が必要であるとは考えておりません。集団的自衛権の行使の限定容認などによる島嶼防衛への効果についてお尋ねがありました。具体的な例を申し上げれば、海上警備行動等の加齢手続きの迅速化に関する閣議決定により、島嶼部に対する不法行為に対しても、切れ目のない十分な対応を確保するための体制が整備されています。また、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態への対応についても、関係諸国と連携しつつ、しっかりと対応することによって、このような事態が島嶼部を含む我が国への攻撃に発展することを防ぐことができます。さらに、存立危機事態においても、審査要件を満たす場合に、集団的自衛権の行使が限定的に容認されることにより、抑止力が高まり、このような事態が島嶼部を含む我が国への攻撃に発展することを防ぐことができます。このように、平和安全法制を整備することなどにより、いかなる事態に対しても、切れ目のない対応が可能となり、また日本が危険にされたときには、日米同盟は完全に機能します。このことを世界に発信することによって、抑止力はさらに高まり、日本が島嶼部を含め、攻撃を受ける可能性は一層なくなっていくと考えています。平和安全法制の名称についてお尋ねがありました。国民の命と平和な暮らしを守り抜く、その決意のもと、日本と世界の平和と安全をより確かなものとするために、国会に提出した法案が平和安全法制であります。したがって、今回の法案の目的は、我が国と国際社会の平和と安全の確保という点に集約されています。このような法案の趣旨、目的を踏まえ、平和安全法制との名称は、政府としては非常に適切なものと考えています。法案の名称は政府部内で内容を協議していく中で定まったものですが、政府として法案を提出した以上、その責任は総理たる私にあります。いずれにせよ、多くの国民の皆様に法案の趣旨をご理解いただき、幅広いご支持が得られるよう、法案の国会審議においても分かりやすく、丁寧な説明を心がけてまいります。審査要件の判断基準についてお尋ねがありました。審査要件に言う我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままではすなわちその状況のもと武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況を言います。今回の法整備ではこれを存立危機事態として規定しています。いかなる
事態がこれに該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がすべての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概に述べることは困難ですが、実際に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、対応推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦火が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる時勢の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断することとなります。存立事態に至ったときは、政府は事態対処法改正案第9条に基づき、事態の経緯、事態が存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由等を明記した上で、対処基本方針を策定し、これについて直ちに国会の承認を求めることとしています。このように、今回の法整備においては、事態が存立危機事態であるか否かの判断を含め、我が国としての事態への対処について、厳格な基準のもとで、政府が判断するのみならず、国会のご判断もいただき、民主主義国家として適切に判断される仕組みを設けているところであります。海外派兵についてお尋ねがありました。政府としては従来より武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領域に派遣する、いわゆる海外派兵は一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しています。これは従来から一貫した答弁であります。先日の党首討論では、この海外派兵の一般禁止という従来の見解を申し上げたものであります。繰り返し申し上げているとおり、自衛隊が武力行使を目的として、かつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加することは明らかに必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されません。他方、機内総会については一般にということの外と申し上げたように、その実態は水中の危険物から民間船舶を防護し、その安全な航行を確保することを目的とするものです。その性質上もあくまでも受動的かつ限定的な行為です。このため、外国の領域であっても審査要件を満たすことはあり得るものと考えています。したがって、私の発言が事実誤認であるとか、世論をミスリードするといったご指摘は全く当たりません。残余の質問としましては、関係大臣から答弁いたします。外務大臣、岸田文雄君。